マックサカニサブチャンネルをご覧いただきましてありがとうございます。今日はローソンのスムージー、グリーンスムージーっていうのをいただきます。はい、なんかね、かなりこれは美味しいですみたいな書いてあったんで、前セブンのでね、ちょっと懲りたんですけどいただきます。最初ね、なんだろう、レタスじゃないけど、なんかケールかなの匂いがブワッときて、うっと思ったんですけど、甘くて飲みやすいですね。うん、確かになんかね、いろんなもんが入ってるなっていう感じはすごくしますね。はい、なんかキャベツっぽいものを感じるな。ケール、さつまいも、人参、小松菜、セロリ、パセリ、クレソン、キャベツ、当たってたラディッシュ、ほうれん草、三つ葉、キウイフルーツ、リンゴ、レモン、ぶどう、果糖と口なし、脂質素、香料、安定剤、甘味料、アセスルファムカリウム、スクラロース 200g、はい、の内容量です。うん、飲みやすい。ちょっととろっとしてる感じなんですけど、基本的にはね、甘くて癖がない感じだけど、いろんなね、さっきの材料の素材の材料ってなんだよ、素材の味わいが楽しめますね。まあ甘いジュースみたいな感じでね、まあ、確かになんか健康良さそうかなっていう味ですね。うん、飲みやすくて美味しいと思います。美味しかったです。というわけで、セブンイレブンのグリーンスムージーをいただきました。160円くらいだったかな、まあ、200cc にしてはちょっとね高いんですけど、まあ他のスムージーに比べたら割安なのかな。味はまあ80点ぐらいかな。美味しく飲めると思います。というわけで、最後までご視聴いただきましてありがとうございました。